皆さんこんにちは。はい、こんにちは。タブレムチャンネルのヤナマンです。マスボです。今日はですね、はい、福島県南会津町ですね。来ましたね、はい、南会津町に来てます。来ました。綺麗な旅館です、はい、お部屋の方に着きましたね。そうですね、めっちゃいいっすよ。旅館すまやさんです。すごくめっちゃいい、おば絶景です。山もね、まだ雪があって白いし、まだ雪があるからね。周りがね、大自然だしね。部屋めっちゃ綺麗ね。うん、いいよ。いいね、こういうとこはね。めっちゃそれいいもん、川。うんうん、写真撮りにでも行きたいけど、うん、ご飯ね、お腹空いたって言ったらいっぱい食べてっていう、ね、いっぱい食べてって、ね、すごく優しい。すごい優しい。これから楽しみですね。楽しみですね。ビール飲みたいね。ひとまずビール飲みますか。ひとまず飲もうか。ひとまずビール飲みます。そうだ、じゃあちょっと行ってこよう。はい、はい、じゃん、買ってきましたね。すげえいい匂いする。いい匂いするね。すごい綺麗だよね。来たよこれ。いや、日の山田村旅行は良かったですね。日の山田村良かった。てか、南会津に今泊まってるんだけど、うん、20キロぐらいしか離れてない。そんなに離れてない。なのに天気が全然違う。違いすぎるよね。すごいね。こっち晴れて、あっちめっちゃ雨だったからね。土砂降り。土砂降り、うん。なんでこんな違うんだろうね。まあ3時にチェックインしました。はい。ビールも買ったしね。それが楽しみですよね。うわ、終わり。1年でやりましたね。はい。じゃあ1年間、お疲れ様でした。お疲れ様ということで。はい。じゃあ、お疲れ様です。乾杯、お疲れ様です。イエーイ。うま、最高ですよ、ビールは。うわ、効くな、これは。効くね。いや、でもまあ1年間あっという間だったね。あっという間でしたね、うん、だいぶでも1年にしてはいろんなところを巡ったんじゃないかなと。巡った。ほぼ毎週巡ってましたからね、うん、やっぱ今まで知らなかったところもね、自分たちも知れたし、うん、そうだね、いい勉強になったかな。福島県はとても魅力たっぷりなところですよ ね。知らないだけで本当にいろんな魅力あふれてるところがいっぱいある。え、ここ福島なのみたいな、うん、だいたい初めて聞く地名とかもあるからね。あるね、町とかね、うん、って思ったのがやっぱりあのインターネットが調べて、うん、メジャーなものはやっぱ上に出てくるけど、そう、あんまりマイナーなものって後ろの方に出てくるじゃん。で、その後ろの方にやっぱ魅力って詰まってると思う。確かにね、すごくメジャーなとこはさ、もちろんいいけどさ、うん、もっといいなって思うとこ結構あったりするよね、うん、全然ね、Google で調べてもさ、こう評価もで情報がありませんみたいなとこでもそう結構良かったりする。あの結構ね、マニアックなとこも行ってきたけど、うんうん、そこら辺もね、すごく魅力たくさんあったね、うん、よかったと思いますよ。まあ楽しかったです、今日も。
楽しかったね。まあ、これからはちょっとあれかな、料理とか食べて、そうだね、料理食べてね、ちょっと満喫したいと思います。満喫しましょう。はい、キャラマン君、今からね、ちょっと物を調達しに行こうかなと。物って何でしょうか。それはウイスキーという名のやつですね。運よく近くにね、V チェーンがあるんで、いわきじゃ考えられないよね、今月ゴールデンウィークにダウンって、うん、あれは小学校。あ、そうだね。山もね、まだ白いしさ。じゃあとりあえず V チェーンに向かいます。はい、 V チェーン着きました。レトロですね、ここも。レトロだね。じゃあウイスキー買ってきましょう。若松屋。はい、行きます。はい、 V チェーン行ってきましたね。はい、めっちゃお腹空いたんだけどね。ご飯、お腹すいた。もうちょっとご飯なんでね、うん、我慢しましょう。そうだね。で、ビール飲んで、まあ風呂にね、行きますか。はい、はい。あ、夜中来ましたね。お風呂ですね。お風呂はね、見てください、すごい、え、いいよ、いい感じ。俺は好きだね、こんな感じ。ああ、いいっすね。いいよね。めっちゃいいじゃん。最高。いい、ジャグジーじゃん。うわ、めっちゃいいよ、これ。いや、いい、めっちゃいいよね。すごくいいよ。ゆっくり入りますよ。ゆっくり入りましょう。そしてご飯ね。はい、ゆっくり入りましょうか。はい、はい。で、今お風呂入ってきたんですけどね。はい、めっちゃ良かったね。良かった、もう眠たい。なんかね、この旅館の地下から汲み上げてる天然水のお風呂、そうみたいで、めっちゃ温まったし、でかいし、お風呂。うん、そんな感じです。お腹すいたね。これからご飯なんでね。じゃあ行きますか。はい、行きましょう。ご飯、あー、うまそう。ご飯、あ、やべ、飛んでっちゃった。会津さんのコシヒカリです。矢野マン君、美味しそうやな。あー、うまそう。あれ、これセルフか。そう、そのマッチで。うまそうだね。めっちゃうまそうです。じゃあ火つけますか。はい、つけてください。はい、で、これそのままいっちゃっていいのかな。うん、多分この青いやつにやりますか。え、どれ。僕のマッカできる。うん、来た。来た。やばい。これすごい。天ぷらも来たよ。天ぷらも来たね。めっちゃ美味しそうなんですけど、いろいろ入ってる。器用だな。来た。オッケー、ありがとうございます。じゃあいただきます。じゃあいただきましょうか。はい、食べんのもったいないぐらい。ね。じゃあいただきます。めちゃくちゃうまいね。うまい。煮魚も美味しいし、馬刺しも。馬美味しいよ。天ぷらも美味しいし、ご飯も美味しいしね。ハイパー美味しいよ。マジでうまいよね。うん。煮魚食べてるのマッチうまい、うまいから。煮魚？うん。やばいよね。マジでうまい。味付けが、味付けが最高にうまいっす。衝撃的なぐらいうまいっすね。あー、もうね、全部うまいっす。ね。俺も食べます。はい、なめこちゃんですね。
これが取っていいかな。うん。うわあ最高うまそう。めっちゃいい。それもいいんだって。うん。あり。ビールですね。かまじゃましたね。うん。我慢できない。で、バサシのね。うん。あれですよね。この味噌ね。よし、タレもつけるよ。うわ。めっちゃないっすね。流し込んでください。でしょ。めっちゃ赤いこれ。おお。はい。最高っすか。新鮮ですね。うまいよね。うまいわ。で、生ビール。幸せですね、これは。ありがとうございます。よかったんじゃないですか、本当ここね、来てね、今日ね。ありがとうございます。はい、さっき。とりあえずちょいちょい飲んでいきましょうか。ストレートで飲みます。じゃあ、いただきます。ああ、うまっ。うまいね。大人のウイスキーだ、サントリーオーガ。いや、でも本当にここの菅谷旅館さんでしたっけ。そうだね、めっちゃいい。すごく良かった、本当に良かった。めっちゃ良かったっすね、うん、料理も美味しいしね、うん、なんて言ったって人がすごく温かい。人がめっちゃ温かい。すごく温かいね。もう帰りたくないよね、実際ね。本当にね、こういうとこじゃないとそういうのって経験できないのかなと思いますね。いていいんだったらね、ずっといたい。本当にいい人たちでね、温かいね、本当ね、うん、すごく良かった、本当、うん、でも会津の、南会津の人たちね、全員あったかったね。本当出会う人みんな温かい人でね、うん、本当旅館も大当たりでね、ご飯もね最高、美味しかった。ここでしか食べられない味ですね、うん、もうどこ行っても食べれないね、ここじゃないと。その人の味にはね、うん、もう美味しかった。山菜の天ぷらとかめちゃくちゃ美味しかった。山菜がね、美味しかったし、全部うまかったね、ほんとね、うん、すごいね、よかったわ。ご飯もおいしいっすね。超よかった、ほんと。風呂もいいし、もうね、よかったよね、ほんとに、うん、大正解だったね。いや、大正解。僕またこっち方面で撮影の際は普通にここに泊まります。あ、もう一回来るね。ここがいいね、すごく居心地もいいしね、落ち着くし、うん、俺ももう帰りたくないもんな。帰りたくないよね。ぜひおすすめです。ほんとおすすめなんで、南会津で。南会津、日の山と村とかに行った時もおすすめだよ、うん、近いし、すぐ近い、うん、十何キロだっけ。うん、そ20とか20キロくらいだっけ、うん、すぐだったここまでね、うん、なんで南会津の方、日の山と村とか遊び来た際は、うん、ぜひ来て、この菅谷旅館さんに、うん、ね、泊まって、うん、じゃらんで普通に調べると出てくる。めっちゃいいとこでした。最高ですね。じゃあ僕たちはもうしばらく、うん、今まだ7時なんでね。なんかもう終わりみたいな雰囲気で出るんだけど、でも結構ね、ぐったりしたよね。ぐったりした、疲れた、お腹もいっぱいだし、うん、そんな感じです、はい、じゃあちょっと休んで、はい、また後でね、うん、明日に備えて。そうだね、まあ早くても寝ましょうか。そうだね。ではじゃあとりあえず、とりあえずおやすみなさい。おやすみなさい。はい、はい、おやすみなさい。はい、おはようございます、矢野くん。おはようございます。起きましたね。これ寒いよ、めっちゃ。いやー綺麗だね、空が。空気がね、やっぱね違うよね。空気が違いますか。綺麗だよ、空気は。南会津の空気は、いやーいいね、綺麗だね。
まあ、結構寒いぐらいだね。ちょっとね、寒いよね、うん、これから朝ごはんなんでね。今は朝の7時です。7時だね、大体、はい、じゃあ朝ごはんは7時半からなんで。そうだね、それまで。はい。あ、美味しそうやないか。美味しそうだね、山田くん。すまない。とりあえず、お腹減ったから食べましょう。食べますか。うまそう。いやー、うまそうだね。うん、めっちゃうまかったっす。感謝しました。はい、おいしかったです。おいしかったね。バランスがもうめっちゃよかったじゃないですか、朝から。うん、もう少し休んでいきますか、次。そうですね、はい、はい。はい、いや、一泊しましたね。よかったね。よかったね。いや、本当によかった。本当ね、気候はね、寒くても人はすごい暖かいですね。暖かかったね。うん、本当によかった、来て。こっちね、またさ、できれば尾瀬とか行きたい。うん、三条滝とか次はね。その時またここの菅谷旅館さんね。うん、お世話になって。お世話になりたい。ね、本当にまた来たいと心から思いましたね。ご飯も最高だったし。ね、人も最高だったし、また来ましょう。皆さんもぜひ遊びに来た際はこっちの方にね、南アイズ、はい、この旅館さんをちょっとチェックしてみてください。調べればね、ホームページも出てくるし、じゃらんじゃらんでも出てくるんで、さあね、来てみてください。はい、それでは、それではまた今日も、はい、一日頑張ります。はい、じゃあバイバイ。